ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターと秘密の部屋、ハリー・ポッターと秘密の部屋は、イギリスの作家、J.K. ローリングが1998年に発表した、ファンタジー小説、ハリー・ポッターシリーズの第2巻。同じ題名で2002年に映画化されている。ホグワーツ魔法魔術学校の2年生となった、ハリー・ポッターが、親友と共に、ホグワーツ城で起こった、 秘密の部屋事件を解決するまでの一年間を描く。日本語訳された際、先天性疾患に対する差別的表現があったと指摘され、第66冊以降は該当部分を削除している。夏休み、ハリー・ポッターは唯一の身寄りであるダーズリー系寄生していた。初めての友人もできて、夢のようだったホグワーツ魔法魔術学校での生活を中断されていたハリーのもとに、 ドビーと名乗る、屋敷下部妖精が現れ、ハリーに、ホグワーツに戻ってはならないと警告する。だがそれを拒否した、ハリーの前で、ドビーはケーキに浮遊術の魔法をかけて、来客者の頭上に落下させ、これを、ハリーの仕業と見せかける。マグルの前で魔法を使ったこととなったハリーに対し、魔法省は、規定に違反したとして警告する。 ダーズリー一家の怒りに触れたハリーは部屋に監禁されるが、親友のロン・ウィーズリーとその兄フレッドとジョージに空飛ぶ、車で救出され、ウィーズリー家へと向かう。ウィーズリー家の暖炉から、新しい教科書を購入するために、ダイアゴン横丁へ向かおうとするが、ハリーは、発音がうまくいかず失敗し、夜の闇横丁へ迷い込む。そこへ現れたホグワーツの森番。 ルビウス・ハグリッドに救出され、ダイアゴン横丁で親友のハーマイオニーグ・レンジャーとも再会する。書店ではハンサムな魔法使い、ギル・デロイ・ロックハートのサイン会が行われていて、ロックハートはハリーを見つけては、彼と一緒に日刊予言写真文の記者に写真を撮らせ、教科書に指定されている7冊の自伝すべてを送られる。その後、一行はスリザリン両生のドラコマルフォイと。 その父で、ホグワーツの理事を務めるルシウスと出会う。犬猿の中であるロンの父アーサーとルシウスは、殴り合いの喧嘩に発展するが、ハグリッドに制止される。新学期、キングス・クロス駅の9と3、4番線へ繋がる壁をなぜか通り抜けられなかった。ハリーとロンは、ホグワーツ特急に乗り遅れ、空飛ぶフォード・アングリアで、ホグワーツへ向かう。車は、 ホグワーツの敷地内にある暴れ柳に激突し、そのために、ロンの杖は、俺、車は二人を下ろして禁じられた森へ走り去る。なんとかホグワーツにたどり着いたハリーと、ロンだったが、途中でマグルに空を飛んでいるところを見られたことで罰則を受け、ロンは母親からの吠えメールで散々叱られ、杖は折れたものをそのまま使用しなければいけなくなる。ハロウィン当日、管理人、 アーガス・フィルチの猫であるミセス・ノリスが石になる事件が起こる。その後、マグル出身者の生徒が石にされる事件が立て続けに発生し伝説と化していた秘密の部屋がスリザリンの継承者の手で開かれたのではないかという疑惑がホグワーツ城内に広まる。ハリー、ロン、ハーマイオニーの3人はドラコマルホイがスリザリンの継承者ではないかと考え飲めば 姿を変えられるポリジュース薬を作り、マルフォイの取り巻きに化けて話を聞き出そうと計画する。秘密の部屋の話題で持ち切りになっていたある日、ロックハートの提案で決闘クラブが開催される。このクラブにて、ハリーがヘビー語を話せることが明らかになる。サラザールスリザリンはヘビー語に長けていたことで知られており、これを契機に場内ではハリーが 継承者ではないかという噂が広まる。ハリー、ロン、ハーマイオニーの3人は、クリスマス休暇を利用して、マルフォイに探りを入れるが、結局マルフォイが、継承者ではないことが判明する。クリスマス休暇が明けたある日、ハリーは3階の女子トイレで黒く古い引き帳を見つける。その引き帳には、T.M. リドルという人物の記憶が残されていて、それを見たハリーは50年前にも起きた。 秘密の部屋事件の概要を知る。しかし後日、グリフィンドールの談話室から何者かに日記を盗まれ、さらに出場予定だったクイディッチの試合が中止となり、ハーマイオニーと別の女子生徒が襲われる事件が発生する。前回の事件時の被疑者だと言われているハグリッドは、魔法大臣とアルバス・ダンブルドアから魔法界の刑務所、アズカバンへ送ることを告げられる。 さらにはダンブルドアが校長を停職させられる事態になり、木内はさらなる不安に駆られる。ハグリットから話を聞こうとその場に居合わせたハリーとロンは透明マントで隠れながら、ハグリットが去り際に残した言葉をもとに禁じられた森に向かい、ハグリットに育てられたオーグもアクロマンチュラのアラゴグから話を聞く。そこから、二人は三階の女子トイレで知り合った。 ゴースト、嘆きのマートルが、前回の事件の犠牲者だったのではないかと推測し、彼女から話を聞こうとする。期末試験の3日前、二人は機会を得て、マートルを訪ねようとするが、副校長のミネルバマクゴナガルに見つかる。しかしハリーが、ハーマイオニーを見舞おうとした時点を聞かせたために、処罰を免れ。 二人はハーマイオニーを見舞う。見ると、石になっている彼女が小さな紙切れを握っていることに気づく。そこには、スリザリンの怪物の正体が記されていた。これを見た二人は、今までの事実がすべて整合性を持つことに気づき、寮感であるマクゴナガルに話そうと職員室へ向かう。その時、場内にマクゴナガルの声で、生徒は全員寮に待機、教授は二階廊下へ。 集合するよう放送が流れる。教授一同は遅れてやってきたロックハートにスリザリンの怪物の対応を一任するが、盗み聞きしていたハリーとロンは、ロンの妹であるジニー・ウィーズリーが連れ去られたと知り、愕然とする。ハリーとロンは、ロックハートが教授たちからスリザリンの怪物退治を任されていたことを思い出し、その元を尋ねる。ロックハートは、 忘却術で他人の功績を横取りしていたに、過ぎなかったが、一緒に、秘密の部屋へ連れて行くことにする。マートルを訪ねた一行は彼女から死んだ時の話を聞き、秘密の部屋へ続くトンネルの入り口が、マートルの住む3階の女子トイレにあることを知り、秘密の部屋に乗り込む。途中、トンネル内部で戻りたい、ロックハートとの間で小競り合いになり、ロックハートがロンの折れた杖を奪って、 魔法を使い、自身の記憶をなくす事態になる。その際トンネルが崩れ、ハリーはロンとロックハートを残して、一人で、秘密の部屋へ向かう。秘密の部屋で横たわっているジニーを見つけたハリーは、そこに50年前の生徒である16歳の TM、リドルがいるのを見て驚く。リドルは、自分が50年前の記憶であり、一連の事件はべて、ジニーを操って実行させたもので、自分は、 ジニーの魂で復活するのだと告げ、さらに自らの正体が学生時代のボルデモート教だと明かす。思い悩むハリーにリドルはスリザリンの怪物バジリスクを消しかけ始末させようとする。窮地に陥ったハリーのところへダンブルドアの校長室にいる不死鳥のホークスが飛んできて組み分け帽子を渡す。ハリーは帽子からグリフィンドールの剣を取り出してバジリスクを倒し、 その牙を使って日記を破壊することでリトルを消滅させる。その後、ルシウスはハリーによって今回の秘密の部屋事件が全て自身の陰謀であったことを暴かれ学校の理事を解任される。ロビーはハリーの手によってマルフォ池から解雇され自由なしもべ妖精となる。記憶をなくしたロックハートはホグワーツを去り、 ハーマイオニーをはじめ石にされた生徒たちもみんな回復し、ホグワーツは再び平和を取り戻す。ローリングは、ハリー・ポッターと賢者の石で高まった期待に応えられないことを心配し、ハリー・ポッターと秘密の部屋を完成させるのは難しいと感じた。予定通りブルームスベリー社に原稿を提出した後、彼女は原稿を持ち帰り、6週間かけて修正した。本書の初期の原稿では、 幽霊のほとんど首なしニックが自分の状態と知られざる死の状況を説明する自作の歌を歌っていた。これは本書の編集者がその死に関心がなかったため切り捨てられたがその後 JK ローリングの公式サイトで追加として公開された。ディーン・トーマスの家族の背景が削除されたのはローリングと出版社が不必要な余談と考えたためでローリングは ネビル・ロング・ボトム自身の発見の旅を中心となる話の筋にとってより重要と考えた。ハリー・ポッターと秘密の部屋は英国では1998年7月2日、米国では1999年6月2日に出版された。ジョン・グリシャム、トム・クランシー、及びテリー・プラチェットなどの人気作家を抑えてすぐに英国のベストセラーリストで1位を獲得し、 ローリングは、ブリティッシュブックアワーズ・チルドレンズ・ブック・オブ・ザ・イヤーを2年連続で受賞した最初の作家となった。1999年6月には、ニューヨーク・タイムズをはじめ、米国の3つのベストセラーリストのトップに踊り出た。初版にはいくつかの誤りがあったが、その後の再版で修正された。当初ダンブルドアは、ボルデモートは、サラザール、スリザリンの 最後に残った子孫ではなく、最後に残った先祖だと言っていた。ギルデロイ・ロックハートの狼男に関する本は、ある時は、ウィークエンズ・ウィズ・ウェアウルブズ、後半では、ワンダリングス・ウィズ・ウェアウルブズと題されている。ハリー・ポッターと秘密の部屋は、ほぼ普遍的な高い評価を受けた。タイムズ紙では、デボラ・ラウドンが、大人になっても読み返される自動書と述べ、力強い筋書き。 魅力的な登場人物、優れたジョーク、物語から自然に流れ出る道徳的なメッセージを強調した。ファンタジー作家のチャールズ・デリンともこれに同意し、シリーズ物の,の中では珍しいことに、ハリー・ポッターの2作目は、ハリー・ポッターと賢者の一種と同等の出来栄えであると認めた。トーマス・ワーグナーは、学校の地下に隠された秘密を探すということを根拠に、 第一作とよく似た筋書きだとみなした。しかし同氏は、ギルデロイ・ロックハートを取り巻く、有名人とそのファンのパロディを楽しみ、本書の人種差別の扱いに同意した。タミエ・ネゾルは、特にハリーが情報をダンブルドアに隠した後のハリーと、友人たちの軽率な行動や、石化を治す薬を作るために使われる、マンドレークの人間のような動きに、前作よりも不安を感じたことに気づいた。 それでも、なお、彼女は一作目と同じくらい二作目の物語は楽しめると認めた。メアリー・スチュアートは、秘密の部屋でのトム・リドルとの最後の戦いは、スティーブン・キングの作品とほとんど同じくらい恐ろしく、幼い子供や臆病な子供には強すぎるかもしれないと考えた。しかし、彼女は、普通なら、もっと小さな本語冊文を埋めるくらい十分な、 驚きと想像力に富んだあらゆる点が盛り込まれているとコメントしている。他の批評家と同様に本書は子供と大人の両方の読者に満足させられると思った。フィリップ・ネルによると初期の批評では純粋に称賛されていたのに対し後期の批評では批判も含まれていた。しかし、それでもやはり本書が極めて優れているということで意見が一致していたという。 全7巻が出版された後に執筆したグラハム・デイビスは、ハリー・ポッターと秘密の部屋をシリーズ中で最も弱い、作品とみなし、話の筋の構成が、ハリー・ポッターと賢者の意思とほぼ同じであることを認めた。同志は、フォークスがハリーに、剣で武装させ、そして傷ついた、彼を治すために登場したことを、デウス・エクス・マキナであると記した。彼は、フォークスがどうやって、 ハリーの居場所を知ったのか本書では説明されていないとし、フォークスの登場するタイミングも極めて正確でなければならないと述べた。到着が早ければおそらくバジリスクとの戦いを妨げただろうし、到着が遅ければハリーとジニーにとって致命的になったからである。ローリングのハリー・ポッターと秘密の部屋は数種の賞を受賞した。アメリカ図書館協会はこの小説を 2000のタブルチルドレンズブックスとベストブックスフォーヤングアダルツに挙げている。1999年ブックリストはハリーポッターと秘密の部屋をエディターズチョイシーズの一つ、そしてトップ10ファンタジーノベルズフォーユースの一つに指名している。コーポラティブチルドレンズブックセンターはこの小説を CCBC チョイスオブ2000のフィクションフォーチルドレン部門に選出した。 またこの小説は、ブリティッシュブックアワードのチルドレンズ・ブック・オブ・ザ・イヤーを受賞し、また1998年には1998、ガーディアン・チルドレンズ・アワードと1998、カーネギー・アワードの最終選考にも残った。ハリー・ポッターと秘密の部屋は1998年のネスレイ・スマーティーズ・ブックプライズの9歳から11歳部門で金賞を受賞した。ローリングは、 ハリー・ポッターと賢者の石と、ハリー・ポッターとアズカバンの囚人でも他に二つの、ネスレイ・スマーティーズ・ブック・プライジスを受賞している。スコットランド芸術評議会は1999年に、初のチルドレンズ・ブック・アワードをこの小説に授与し、2001年には、ホイッテカー・エス・プラチナム・ブック・アワードも授与した。2003年には、この小説は、BBC の調査。 ザビックリードで23位にランクインした。ハリー・ポッターと秘密の部屋では第1作目で始まったその人らしさを作っているのは何かということを考え続けている。ハリー・ポッターと秘密の部屋ではハリーのアイデンティティは生まれつきのものというより彼の決断によって形作られていると同時に自分の本当の人となりを隠そうとする対照的な人物を登場させた。 タミー・ネゾルが言うように、ギルデロイ・ロックハートは魅力的な嘘つきに過ぎないため、本当のアイデンティティを書いている。リドルもまた、二人とも根結で、孤児でマグルに育てられた。偉大なるスリザリン自身以来、ホグワーツに来たパーセルマウスはおそらく二人だけだろう。と二人の共通点を指摘することで、自分自身を理解しようとするハリーの努力を複雑にする。 階級への反発、死と、その影響、青年期の経験、犠牲、愛、友情、忠誠心、偏見、人種差別がシリーズの変わらぬテーマとなっている。ハリー・ポッターと秘密の部屋では、ハリーの他の人に対する思いやりと敬意は、身分が低く、人間ではないドビーや、幽霊の、ほとんど、首のシニックにまで広がっている。マーガレット・クラウスによれば、 この小説の中で成し遂げたことは、生まれつきの才能よりも、創意工夫や多大な努力によるところが大きいという。マーケット大学准教授であるエドワード・ダフィーは、秘密の部屋の中心人物の一つは、トム・リドルの魔法をかけられた日記であるという。ダフィーは、ローリングがこれについて、下心のある情報源からの情報を受動的に消費することに対する警告を意図したものであると、示唆した。 ブロンワン・ウィリアムズとエイミー・ゼンジャーは、この日記をインスタントメッセージやチャットルームのシステムのようなものと考えているが、著者を偽装できる書き言葉に頼りすぎることの危険性については同意しており、面白い例としてロックハートの自己宣伝本に光を当てている。この小説では、不道徳と権威の否定的な描写が重要なテーマである。マーガレット・クラウスは、ハリー・ポッターの世界には、 絶対的な道徳的な規則がほとんどないと述べている。例えば、ハリーは真実を話すことを好むが、競争相手のドラゴマルフォイのように、必要と考えた時にはいつでも嘘をつく。ハリー・ポッターと秘密の部屋の最後で、ダンブルドアはこれ以上拘束を破ったら、ハリー、ロン、ハーマイオニーを罰するという約束を撤回し、秘密の部屋の脅威を終わらせた彼らに惜しみなく、褒美を与えた。 さらにクラウスは、権威者や政治制度はローリングからほとんど尊敬されていないと述べている。オーストラリアのクイーンズランド州にある、グリフィス大学のウィリアム・マクニールは、魔法大臣は、凡庸な人物として描かれていると述べている。ケン・ジェイコブソンは、ハリー・ポッターザ・セキュラー・シティという彼の記事の中で、魔法省が全体として、官僚的な帝国の絡み合いとして描かれていることを、示唆し、 魔法省の役人は、些細なことに暴殺され、非魔法社会のものや、記憶修正のように政治的に正しい遠曲獄を、作っている。と言っている。この小説は1992年に始まることを、案に示している。ほとんど、首なし、ニックの500回目の命日のパーティーのケーキには、さあ、ニコラス・デミムジー・ポルッピング店大度31、 オクトーバー1492という言葉が刻まれている。秘密の部屋はシリーズ6作目のハリー・ポッターと謎のプリンスと多くの関連性がある。実のところ謎のプリンスは秘密の部屋の課題であったし、ローリングによると当初は2作目で決定的な情報を提示するつもりだったが、最終的にはこの情報のふさわしい居場所は六作目だと感じたという。 謎のプリンスで重要な役割を果たすものの一部は秘密の部屋で初めて登場する。オージンバークスで販売されている輝きの手とオパールのネックレス、ポルターガイストのピーブーズによって破損したホグワーツの姿をくらますキャビネット棚、そして後に分霊箱であることが示されるトムリドルの日記である。加えてこの二つの小説は ハリーとジニー・ウィーズリーの関係に最も焦点を当てている。魔法ワールド、ハリー・ポッター・ハリー・ポッターと秘密の部屋原作小説と同じくシリーズの第二作として映画化された。衣装デザイン及び美術デザインを映画で使われた空飛ぶ、フォード・アングリア・プロダクションデザイナーのスチュアート・クレイグは一作目では見られなかった新しい要素をデザインするため、この続編に戻ってきた。クレイグは アーサー・ウィーズリーのマグルへの関心に基づいて建築廃材を利用して垂直に建てられた隠れ穴を設計した。ウィーズリー氏の空飛ぶ車は1962年式フォード・アングリア 105E から作られた。秘密の部屋は長さ76メートル以上、幅36.5メートル以上の大きさで、この物語のために作られた最大のセットだった。 組み分け帽子とグリフィンドールの剣が置かれているダンブルドアの校長室もこの映画のために作られた。リンディ・ヘミングスは秘密の部屋の衣装デザインを担当した。彼女はすでに確立されたキャラクターの外見の多くを残し、この続編で登場する新しい人物に焦点を当てることにした。ギルテロイ・ロックハートの衣装は他の登場人物の暗く落ち着いたまたは地味な色とは、 対照的に明るい色を取り入れた。ギルデロイロックハート役のケネス・ブラナーは、私たちは時代遅れの男前とホグワーツに溶け込めそうな人を掛け合わせたものを作りたかった。と語っている。ヘミングスはルシウス・マルフォイの衣装も完璧に仕上げた。当初の構想の一つはピンストライプのスーツを着用していたが、彼の貴族としての資質を際立たせ、 古い感覚を反映させるために、毛皮と蛇の頭の杖に変更された。撮影前作の公開からわずか3日後、2001年11月19日に、主要撮影が開始された。第2版は、主に空飛ぶ車の場面の撮影を、その3週間前から開始していた。撮影は、主として、ハートフォードシャー州のリーブスデンスタジオで行われ、マシ島でも行われた。 キングスクロス駅は9と3、4番線ホームの撮影場所として使われたが、外観の撮影には、セントパンクラス駅が使われた。グロスター大聖堂は、ダラム大聖堂、アルニック城、ラコック修道院、オックスフォード大学のボドリアン図書館と共に、ホグワーツ魔法学校の舞台として使われた。隠れ穴は、リーブスデンスタジオ前にある、アボッツ、 ラングレー村のジプシー通りに建てられた。ロジャー・プラットは秘密の部屋を登場人物と物語の成長を反映し、前作よりもクラクエッジの効いた雰囲気を出すために撮影監督として起用された。クリス・コロンバス監督はより自由な動きができるように手持ちカメラを採用したが、彼はこれを映画監督としての出発点であると考えている。ケンブリッジ大学の言語学教授。 フランシス・ノーランは映画の中でヘビが話す言語であるパーセルタングを作った。主要撮影は2002年7月に終了した。音響設計、ハリー・ポッターと秘密の部屋で起こる出来事のため、本作の音響効果は前作よりもはるかに雄大なものとなった。サウンドデザイナー兼共同監修のサウンドエディターであるランディトムは、 カリフォルニアのスカイウォーカーサウンドで初期の構想を練り、イギリスのシェパートンスタジオで主要な作業を行った後、この続編に戻り、プロツールズを使って仕事を完成させた。トムは、暴れやなぎに声を与えようと、自分の声を遅くして周波数ごとに調整し、低音を強調した深いうなり声を出した。マンドレイクについては、うーん、こんなの聞いたことがないと思えるような、 珍しい音にするために赤ちゃんの泣き声と女性の叫び声を組み合わせた。トムはバジリスクを巨大な蛇ですがドラゴンのようでもあり、あのような歯を持っている蛇はそうそういませんし、シューという音を出したり、うなり声を上げたりしなければなりませんし、最後には苦痛を感じることもありましたと言い、挑戦だと述べた。トムは自分の声と虎の方向や馬や の声を混ぜ合わせた。特殊効果、四角効果ロンドンで開催されたメイキングオブハリーポッターツアーでの不死鳥のフォークス、ドビー、アラゴグ四角効果の制作には映画が完成する2002年10月9日までの9ヶ月間かかった。インダストリアルライトマジック、ミル、ムービングピクチャーカンパニー、シネサイト及びフレームストアが作品中の 約950の視覚効果ショットを手掛けた。ジム・ミッチェルとニック・デイビスが視覚効果スーパーバイザーを務めた。中でも彼らは CG キャラクターである屋敷しもべ妖精のドビー、バジリスク、及びピクシー妖精などの制作を担当した。MPC のチャス・ジャレットは CG スーパーバイザーとして本作で CG を使用しているショットのアプローチを監督した。 70人のスタッフで2001年9月から2002年10月までに同社は251ショットを制作し、そのうち244ショットが本作に採用された。視覚効果チームは、不死鳥のホークス、マンドレイク、アクロマンチュラのアラゴグ、およびバジリスクの最初の25ヒートを考案した、クリーチャー効果スーパーバイザーのニック・ダットマンと協力した。ダットマンによれば、 アラゴグはクリーチャー部門にとって重要な挑戦だったという。この巨大な雲は高さ9フィート、足の長さ18フィートで、それぞれを別のチームのメンバーが制御しなければならなかった。アラゴグ全体の重さは4分の3トンある。アニマトロニクスのアラゴグをセットで操作するには15人以上の人手が必要だった。暴れ、柳の場面にはプラクティカル、エフェクトと 視覚効果の組み合わせが必要だった。特殊効果スーパーアバイザーのジョン・リチャードソンと彼のチームは空飛ぶ車にぶつけるために機械操作の枝を作った。シェパートンスタジオには3分の1スケールのセットが組み立てられ100フィート以上の高さに見える要遠近感を強調しの上部3分の1が実物大で作られた。中庭と木は 3D で作られました。 中庭と木は 3D で作られた。一部のショットは全てデジタルで行われた。ジャレット氏はこの場面の最大の課題はレンダリングであったと指摘し、あまりにも多くのことが起こっていた。本当に膨大な量だった。と理由を挙げた。音楽前作の作曲を担当したジョン・ウィリアムズがハリー・ポッターと秘密の部屋の作曲をするため戻ってきた。ウィリアムズはスター・ウォーズエピソードに クローンの攻撃とマイノリティリポートの作曲を完了し、Catch Me If You Can の作曲に取りかかるところだったため、本作の作曲は難しいことが分かった。そのため、ウィリアム・ロスを起用し、ウィリアムズが機会があるたびに作曲していた素材に、賢者の石のテーマを編曲してもらうことにした。サウンドトラックアルバムは2002年11月12日に発売された。 マーケティングこの映画の映像は2002年の夏にオンラインで公開され始め、映画館ではスクービードゥの公開と同時に特報が公開された。この映画を元にしたビデオゲームが2002年11月初旬にエレクトロニックアーツからゲームキューブ、プレイステーションに XBOX など複数のゲーム機で発売された。また前作で決めた販売計画の成功を継続し、 タイアップ商品であるレゴの秘密の部屋が品薄になったとの報道があった。映像ソフトこの映画は VHS テープと拡大された場面や削除された場面、インタビューを含むフルスクリーン、ワイドスクリーンデジパック仕様2枚組特別版 DVD の両方がイギリス、アメリカ及びカナダで2003年4月11日に最初に発売された。 2007年12月11日には、ブルーレイ版が発売された。2009年12月8日には、新しい映像、テレビコマーシャル、削除された場面を編集した、拡大版、および長編スペシャル、クリエイティングザワールドオブハリー・ポッターパートに、キャラクターズを収録したアルティメットエディションが発売された。拡大版の上映時間は、約174分で、 以前に一部のテレビ放送で上映されていた。日本では、ワーナー・ブラザース・ホーム・エンターテインメントより、ブルーレイ、DVD が発売。工業成績、ハリー・ポッターと秘密の部屋は、2002年11月3日に、オディオン・デ・スター・スクエアで世界初公開され、2002年11月15日に、イギリスとアメリカで公開された。この映画は公開と同時に、複数の記録を更新した。 アメリカとカナダでは、この映画は公開発週の週末、3682の映画館で8840万ドルの工業収入を記録し、スパイダーマン、ハリー・ポッターと賢者の石に次いで、当時3番目に大きな開演となった。また、連続しない2週間の週末で、工業収入主位を獲得した。イギリスでは、この映画はそれまで、 賢者の石が持っていたオープニング記録をすべて破った。死写会を含むオープニングで1890万ポンド、死写会を除くと1090万ポンドの工業収入を記録した。イギリスでの工業収入は5480万ポンドで、これは当時、イギリスでの歴代工業収入の第5位だった。この映画は全世界で合計8億7900万ドルの工業収入を 記録した。これは、ロード・オブ・ザ・リング、二つの塔に次いで、2002年の全世界での工業収入の第2位であり、また、スパイダーマン、二つの塔、スター・ウォーズエピソードに、クローンの攻撃に次いで、2億6200万ドルで、同年のアメリカとカナダにおける、工業収入の第4位を記録した。しかし、アメリカ以外ではこの年の第1位の映画であり、二つの 当の効果8450万ドルに対し、6億1700万ドルを記録した。批判的な反響ロッテントマトズでは、この映画は238件のレビューに対して82%の支持率を得ており、平均評価は7.210となっている。ロッテントマトズの批判的な総意は、若い観客にとってはより魅力的かもしれないが、秘密の部屋は、前作よりも暗いが活気があり、 第一作の世界観を広げ向上させている。と読める。メトクリティックでは35人の批評家による過重平均得点が100点満点中63点であり、概ね好意的な評価となっている。シネマスコアによる調査では観客はハリー・ポッターシリーズの中で唯一 A を与えた。ロジャー・イーバートは秘密の部屋に4つ星中の星4つを与え、特に セットデザインを称賛した。エンターテインメントウィークリー氏は、この映画が前作より優れており、より暗いと称賛した。そしてその中でも今回の、ハリー・ポッターが非常にうまくいっているのは、観客にとってより暗く、より恐ろしい雰囲気を深めていることだ。これは、本来あるべき姿だ。ハリーの物語は、より暗くなると考えられる。リチャード・ローパーは、 コロンバス監督の演出と映画が原作に忠実であることを称賛し、次のように述べている。クリス・コロンバス監督は物語に忠実というだけでなく、それを映画の時代に合わせた本当に素晴らしい仕事をしています。バラエティ氏はこの映画は角に長いが、より暗く劇的だと称賛し、原作とは別に映画独自の命を与える自信と、 見え隠れする才能は、賢者の意志がなし得なかったものだと述べている。ニューヨークタイムズの AO スコットはこう述べている。興奮を感じるのではなく、打ちのめされ、疲れ果てたように感じるかもしれないが、最終的にはそれほどひどく失望することはないだろう。ローリングストーン氏のピーター・トラバースは、この映画は長すぎて原作に忠実すぎると非難した。またしても、クリス・コロンバス監督は、 ローリングにかしこまって、創造性を抑え込み、3時間近くも映画を引きずらせたと。ロサンゼルスタイムズのケネス・トゥーランは、騎士官の繰り返しで、あなたが、第一作について、どういう意見を持っていても、それが賛成でも反対でも、この作品の感想になりそうと言い,い、この映画を陳腐な展開とみなしている。受賞歴、秘密の部屋は、英国アカデミー賞の3部門。 プロダクションデザイン賞、音響賞、及び視覚効果賞にノミネートされた。この映画は6つのサターン賞にもノミネートされた。また、第1回視覚効果協会賞では2つの賞にノミネートされた。放送映画批評家協会は、ファミリー映画賞と音楽賞を授与し、デジタルアクション演技賞にもノミネートされた。2002年11月23日には、 同タイトルのプレイステーション2版、プレイステーション版、ニンテンドーゲームキューブ版、ゲームボーイアドバンス版、ウィンドウズ版のゲームソフトが発売された。メーカーは、エレクトロニックアーツ。プレイステーション版は、アルゴノートゲームスが開発。シリーズの映画化に合わせて連価版も出ている。アクションアドベンチャー。秘密の部屋の映画を題材にした、トレーディングカードも、カードゲームではないが作成されている。 ありがとうございます。